ちょっと慌てた日にちになってしまいましたのは、大井原発が動く可能性があるという多分議論の最中だろうと思いましたので、動くよりも前に会合を仕上げなければならないと思って少し焦った次第でございます。必要だから安全なんだというのが日本の論理だったということを申し上げました。今大いに向かって進んでいるのは まさにですね、1年経ってもまだ反省しない、必要だから安全なんだという論理が展開していると。このリスクというか影響の甚大さ、それから長く続く大きな影響を考えたときに、原発というのはもう一旦ことが起こったらほぼ長く住めなくなってしまう、あるいは社会を壊してしまうというようなこのリスクを考えたときに、中長期的にはなくしていくような努力を社会全体でしていかんといかんというふうに強く思っておるところでございます。本当にもうちょっと広くなったらどこに避難するんだと言ったら、本当に避難するところは私どもにはというか、どこにも日本中どこにも避難できるところはないというふうに思うんです。でただいまの事故の、まあ、原発の事故の原因というか究明がなされていないままで再稼働に進むということは、この次いつどこで起こるかわからない、大変地震が今頻発しておりますので、どこも多分本当に危険な場所だと思うんです。ですからピークの電気の使用量カットはみんなで努力して、そして再稼働をやめてもらいたいと。今大井原発の再稼働で問題になってますけれども、地元の範囲の問題ということで言えば、福島で起きた事故、そしてさらにチェーンの部位の事故というのはあるわけですから、まあ、あらゆる意味で、相当広範囲にですね、こう地元だということだと思います。でその時にですね、じゃあ住民を避難させていくと、安全確保するという時に、まあ、東京のような密集地で具体的にどのような計画、行動ができるのか、非常にも答えが、なかなか見出せないわけですね、まあ、いう中で、いざという時にそういった防災上の措置ができないのに、じゃあその電力需給がというような話で、しかもその数字は全く明らかでない、まあ電力会社の発表に基づいた数字で、再稼働ということは、まあ、おかしいだろうというふうに思っています。